空母改装前の日たまる、沖鷹は日本海軍の航空母艦。沖は高く登って到達するの意があり、鷹が大空高く登っていく様を意味する。軍艦、沖鷹は大鷹型航空母艦の3番艦である。1940年3月に三菱重工業長崎造船所で竣工後、火客船として運航されていた。 日本優先の日田丸休暇客船一番船、日田丸を1941年9月に日本海軍が徴用。運送船として使用後、太平洋戦争開戦後に空母へ改造した艦艇である。1942年中旬により、呉海軍交渉で空母改造に着手。同年8月20日の軍艦席編入及び、艦艇類別等級表への類別時に、 日田丸から沖高に改名された。日田丸急華客船としては1番船日田丸、2番船、八幡丸、3番船かすが丸だったが、大高型航空母艦としては1番艦大高、2番艦、運用、3番艦、沖高となった。大高型航空母艦は小型で、速力も20から22ノット程度しか発揮できず、機動部隊同士の戦闘には参加せず、 航空機輸送任務に従事した。同年11月、沖高は空母として巡航。翌月より、直ちに航空機輸送任務に投入された。最初の任務は、日本陸軍航空隊の99式総発系爆撃機だった。1943年の大高型3隻は、航空機輸送任務に奔走する。4月上旬には3式戦闘機を海上輸送した。 同年12月4日、日本本土へ帰東中の沖鷹は、八丈島沖合で、アメリカ海軍潜水艦、セールフィッシュの魚雷攻撃により撃沈された。沖鷹の前身である、新田丸は、昭和初期に公共を博していた欧州航路の、老齢船を置き換える目的で、また、ドイツの新型化客船3隻に対抗しつつ1940年開催予定の、東京オリンピックを見込んで、 日本郵船が建造した豪華客船にった丸級三姉妹船の第一線である。にった丸級三姉妹船は日本郵船を象徴する客船であり、日本郵船株式会社のイニシャルナイクにちなんで、それぞれにった丸、やわた丸、春日丸と命名されている。新田丸は三菱重工業長崎造船所で建造され、1938年5月9日、寄港。 1939年5月20日、浸水。1940年3月23日に竣工。建造費用は優秀船舶建造助成施設による補助を受けていた。天陽丸、浅間ま丸、氷川丸といった、それまでの客船が西洋式の船内装飾だったのに対し、新田丸は中村淳平、村野東吾、山下俊夫、松田群平ら建築家。 宝室や客室は三菱重工業長崎造船所の装飾設計人。特別室は川島神兵衛と高島屋が担当した新日本様式だった。一等ラウンジは六河川をエッチングで描き出し、それを松田ゴン六による薪絵で囲んでいた。全部エントラスホールは国産の天然木材をクリアラッカーで仕上げ、アルマイト板にお長庭鳥が描かれていた。 一等食堂のサイドボードは、尾形光輪のくれない白梅屏風を模した薪絵が扉となり、開けるとスクリーンが現れた。これらの装飾は航空母艦の改造時に廃棄された。竣工直後の1940年4月10日、秩父宮陽人親王と、節子夫妻、高松宮信人親王と、菊子夫妻、三笠宮高人親王たちは、 シワウラフ島に停泊中のニッタマルを視察する。その後、ニッタマルは第二次世界大戦の影響でサンフランシスコ航路に就航したが、日米関係の悪化に伴い航路は休止される。1941年6月の時点で海軍側はニッタマルの空母改造を要望していた。8月、この絵踏み丸内閣総理大臣や吉田前後はニッタマルに乗船。 最上型巡洋艦4隻に護衛され、ハワイ諸島オアフ島の真珠湾に入港する計画が立てられた。この上首相はフランクリン・ルーズベルト大統領と会談する予定だったという。だが、この上とルーズベルトの会談は実現しなかった。9月12日、ニッタマルは日本海軍に徴用された。太平洋戦争開戦当初、ニッタマルは運送艦として用いられた。 1941年12月中旬、ウェイク島の戦い終結後の日本軍守備隊を増強するため、新田丸は上海海軍特別陸戦隊をウェイク島へ輸送することになった。新田丸は上海市を出発、横須賀とロンゲラップ島を経由して、1942年1月12日ウェイク島に到着した。第65警備部隊が新編され、 ウェイク島守備部隊となった。キロのニッタマルは、米兵捕虜約1000から1200名を、ウェイク島から本土へ輸送した。この捕虜輸送任務にあたり、豊田添えむくれ陳塾長官は、必要ならば、武力を行使して良いと指示していた。斉藤俊夫隊以下の警戒隊は58名しか、おらず、ニッタマル船内で、幾度か小競り合いが起きた。1月18日、横浜港に到着する。 報告を受けた軍令部部員の軽中佐は、斎藤大尉を厳しく叱責し、船内取締役を破ったとみなされた捕虜5名の処刑を命じた。新田丸は米兵捕虜を上海に輸送したが、その際に捕虜5名が処刑され、遺体は米国機に包まれて水槽に付された。その後も新田丸は兵員輸送任務に投入された。 4月18日の同リットル空襲時には、横浜及び横須賀に所在。5月1日、開業される。6月9日、ニッタ丸は、クレに向け、横須賀を出発した。1942年1942年6月21日、ニッタ丸を特設航空母艦に改造する、要、偽装工事の指令が出される。7月17日の時点で、 日田丸の空母改造工事は相当進捗していた。8月、日本海軍は日田丸を買収する。一般には8月10日より、呉海軍交渉で航空母艦への改造に着手する。8月20日、日田丸は沖高へと改名した。航空母艦に類別される。改名とともに軍艦として類別されたため、本艦には先行二隻と異なり、 特設航空母艦としての経歴はない。同日付で海軍は、カソ丸柏原丸二総委員長等を歴任した、石平行大佐を、沖高岐総委員長に任命する。新田丸旧三席の中で最後の改造艦となった、沖高は、大高と運用の運用経験から、当初より飛行艦板を10メートル延長した。幅も、 先行2隻の23.5メートルから23.7メートルに増した。対空火器も12センチメートル単装広角砲4機から12.7センチメートル連装広角砲4機に変更、機重も増強されている。一方で、日本海軍の空母用カタパルト開発失敗と低速力により、大高型の航空機運用能力はカタパルトを装備したアメリカ軍の軽空母や、 護衛空母のそれと比較して限定的なものとなる。結局、巡洋型航空母艦を除く日本海軍の小船改造空母が最前線に投入されることはなかった。1942年11月20日、石井芸工大佐は沖高艦長に任命される。11月25日、空母改装完了。同月付で横須賀鎮守布石。さらに、 連合艦隊付属となり、航空機輸送任務に投入されることになった。沖田は朝市大型駆逐艦3軍に護衛されて、内海西部を出発11月28日横須賀港に到着した。航空機輸送任務に従事する空母にとって最大の敵は日本近海にも進出していたアメリカ軍の潜水艦だった。12月上旬の沖田は、 潜水母艦から空母に改造されたばかりの流砲と、共に航空機輸送任務に従事する。12月4日、連合艦隊は空母2隻及び護衛の駆逐艦時津風と,キツカゼと駆逐艦うずきに対し、トラック島への進出を加齢した。輸送物件は、日本陸軍第六飛行士団霊下の白木湖、共同飛行団が保有する99式総発系、爆撃機だった。沖高は、 飛行台45戦隊の99艘、計23機を飛行甲板に露天計視、戦隊長を含む隊員203名を乗船させた。両方は99艘、計22機と飛行団長を含む133名を乗船させた。ところが、沖高で、機関故障が発生し、出航が遅れる見込みとなったため、両方と時津風が先行して出発することになった。 12月11日、先行隊は横須賀を出発する。12月12日午前10時前後、流頬は八丈島東160海里で米戦ドラムから来撃され、右玄中部に魚雷一本が命中した。同艦は時津風や横須賀から応援に駆けつけた駆逐艦旗風等に護衛され、出撃したばかりの横須賀へ引き返している。 流放隊より遅れて出航した沖鷹隊はサイパン北西で駆逐艦朝雲と駆逐艦しぐれと合流12月18日トラック白地へ到着した。横須賀への帰路と翌年1月2日からのトラック再進出の際も朝雲としぐれが沖鷹を護衛した。1943年1943年2月1日沖鷹艦長は 石井芸工大佐から加藤義郎大佐に交代する。2月7日、沖高は駆逐艦3隻に護衛されて、横須賀を出港、ラバウル方面航空機輸送任務に従事する。2月8日、1日遅れて、横須賀を出港した、火客船辰田丸と駆逐艦3運は、伊豆諸島三倉島沖合で、アメリカ軍潜水艦ターポンの襲撃を受け、辰田丸が撃沈された。 たつたまる沈没の速報は航行中の沖高にも届いたという。12日、沖高隊はトラック機。沖高隊はカビエン・ラバウル方面への航空機輸送任務に従事する。2月20日、横須賀に戻った。大高型空母3隻は引き続き航空機輸送任務に従事した。3月上旬、日本陸軍の3式戦闘機。 飛エを装備した第14飛行団のラバウル進出が決定する。飛行第68戦隊の3式戦闘機を搭載した大高と沖高は従順洋艦長海駆逐艦4隻に護衛され、4月4日に横須賀を出発した。4月8日夜、米潜水艦のタニーが日本の空母3隻を発見する。距離800メートルの大高に大使艦尾発射艦より、 魚雷4本を発射したが、早爆した。大高に、魚雷命中と誤認した谷井は、今度は、沖きたかに、魚雷6本を発射するも、同じく早爆に終わった。10日、トラック白地に到着して、任務を終える。だが三式戦部隊はトラックからラバウルへの空輸において、液霊エンジンの故障、航空機による後方誘導の失敗により、富士劇や、 行方不明機を多数出してしまった。飛行七78戦隊の南太平洋進出は2ヶ月遅れることになり、その後は海上輸送をやめ、中国大陸フィリピンニューギニア島という陸路輸送となった。5月8日、空母2隻は戦艦マト第5戦隊及び駆逐艦と共にトラックを出発する。5月13日、マトは内海西部に 第5戦隊と空母は横須賀に到着した。この後も大高型3隻は内地とトラック白地を往復した。6月5日、空母2隻は駆逐艦清派、萩風、潮に護衛されて横須賀に帰投することになった。6月5日にトラックを出発し、本土へ向かう。6月9日、横須賀に到着する。萩風は機動部隊に復帰した。 本艦の横須賀気頭前後の6月10日、横須賀を出港した空母飛用と第27駆逐隊はアメリカ軍潜水艦トリガーに襲撃された。ひかみなりして航行不能となった飛用は軽巡洋艦イスズに栄光されて横須賀へ帰島、作戦に従事できなくなる。6月16日、第三戦隊司令官栗田武雄中将の指揮下第三戦隊 第7戦隊、軽巡伊鈴、空母3隻、駆逐艦部隊は、横須賀を出発する。6月20日、暗号解読により待ち伏せていた、米潜水艦スピアーフィッシュが空母に対し魚雷4本を発射するが、速力を見誤っていたので命中しなかった。6月21日、栗田部隊は、トラック白地に到着した。沖高に便乗していた、航空隊関係者は、 同地で別の輸送船に異常した。その後、沖鷹は一旦内地に戻る。7月10日、第3艦隊司令長官、小沢寺三郎中将は、第1航空船隊と沖鷹、従順三隻軽巡洋艦大淀軽巡洋艦阿賀の水蒸気母艦日進駆逐艦部隊は横須賀を出撃する。本艦には、 マーシャル諸島やソロモン諸島派遣予定の陸軍部隊や重火器も積載されていた。7月15日、暗号解読や領艦からの通報により、アメリカ軍潜水艦ティノサ・ポーギーなど、複数の潜水艦がトラック諸島近海で小沢機動部隊を待ち伏せていた。ティノサは距離3500メートルで魚雷4本を発射するが、回避され、小沢部隊は、被害なく、 トラック白地に到着した。任務を終えた本艦は内地に戻る。9月7日、空母2隻は駆逐艦3隻に護衛されて横須賀を出発する。11日、トラック白地に到着した。9月21日、島風型駆逐艦島風に護衛された空母2隻はトラック白地を出発した。24日、艦隊は先頭より島風。 沖か大鷹という単獣人を形成し、速力20ノットで航行していた。悪天候の中、父島の北東に0 0海里で、輸送艦隊は敵船に襲撃される。午前7時前後、暗号解読により、艦隊を捕捉したアメリカ軍潜水艦、カブリラが、魚雷6本を発射する。大鷹の右辺に3本から5本が命中したが、起爆した魚雷は艦尾への1本のみで、 沈没には至らなかった。しかし、機関部と火事を破壊された大鷹は、航行不能となった。爆雷攻撃を行った島風は、敵戦撃地を報告しているが、カブリラは沈んでおらず、またカブリラも島風の反撃と悪天候により、大高を見失った。大鷹の栄光を、沖高が担当する。午後2時過ぎに、沖高による栄光準備は完了。 沖鷹は、姉妹艦を、速力8から11ノットほどで栄光し、横須賀へ向かった。また応援の駆逐艦サザノミと白露も合同し、島風と共同で空母2隻を護衛した。26日16時30分、大鷹栄光部隊は、横須賀に到着した。9月27日、沖鷹艦長は、加藤義郎大佐から大倉留三郎大佐に交代する。 沈没1943年11月上旬の路合作戦で第一航空船体の母艦航空隊は大幅に消耗し補充のため第一航空船体所属の空母随砲がトラック白地より横須賀に帰島する。11月16日空母3隻は駆逐艦複数隻に護衛されて横須賀を出発21日トラック白地に到着した。 11月30日、随砲艦長、服部勝次大佐指揮下の艦隊は、空母随砲、空母、沖高、空母運用、従順洋艦マヤ、駆逐艦部隊という戦力でトラックを出港し、日本へ向かった。各空母には、ソロモンニューギニアからの人員、機材が搭載されており、民間人を含む多数の便乗者も乗艦していた。さらに、 駆逐艦三軍の攻撃で撃沈されたアメリカ軍潜水艦スカルピンの捕虜41名が内地の捕虜収容所へ送られるため運用と沖きたかに分譲していた。また従順マヤは11月5日のラバウル空襲で大破しており本格的な修理を行うため本土開港を命じられていた。その頃トラック公安部長が護衛艦隊司令部に発信した暗号を解読した。 アメリカ軍は複数の潜水艦に輸送船団の襲撃を命じる。スケートとガンネルによる襲撃は失敗した。12月3日深夜、随宝隊は八丈島東方海面を航行していた。航天のため各艦は互いの位置すらつかめていなかったという。一方、船団を追跡していたアメリカ海軍のサーゴ、旧潜水艦、セールフィッシュは 悪天候の最中に、レーダーで目標を探知した。当時の随砲隊は、マヤ随砲、沖鷹運用の単獣人だったという。日本側記録12月3日午後11時10分、八丈島の東方海域で、セールフィッシュは4本の魚雷を発射して、命中音2本を確認した。これに対し、沖鷹は、北緯32度30分、東景143度40分、 北緯32.500度統計143.667度、32.500143.667地点で、全部に魚雷1本が命中したと発信する。随方位方艦艇は、光なりした沖鷹と警戒艦の裏風を残して内地へ向かった。セールフィッシュも落語した沖鷹を追跡し、浮上すると5時50分に魚雷3本を発射。 命中2本を記録しているが、実際の命中は1本であった。機関室への命中により、多数の死傷者を出す。セールフィッシュは、沖きの左限1500メートルを通過すると、先行して9時40分に、後部魚雷発射管から魚雷3本を発射。2回の命中音と破壊音を確認した。第3撃を受ける直前、駆逐艦アケボノが接近してきたという証言もある。 第三撃は、沖高の環境付近に命中。セールフィッシュは、爆雷攻撃により、新進度先行を余儀なくされ、沖高の沈没を目撃しなかった。夜明け前、随砲は指揮下山石に沖高の栄光と護衛命令を出していたが、沖高は、姉妹艦の到着を待たず、魚雷合計3本の命中により沈没。随伴していた裏風の報告によれば、 北緯32度30分統計144度0部、北緯32.500度統計144.000度、32.500144.000の地点で午前8時47分に沈没した。アメリカ軍によれば、北緯32度37分統計143度39分。 北緯32.617度統計1 4 3 6五0度3 2 6 1 7十4 3 6五0の地点で沈没。強風と波浪のため駆逐艦から内科艇や探偵を海面に下ろすことができず、救助作業は難航した。裏風は沖高副町以下約130名を救助、続いて到着した駆逐艦サザナミが、 運用長以下約30名を救助した。他の乗組員、便乗者は、総員戦士。沖高に便乗していた第一航空戦隊の熟練整備員や機械工員も多数が戦死したため、海軍航空隊の整備や修理能力にも影響を与えた。また沖高に便乗中のスカルピンの捕虜21名も、救助されたのは1名であった。12月4日、随宝隊は、 横須賀に到着した。12月9日、軍令部において、随法マヤ、運用、第七駆逐隊司令、高松の宮信人新能等関係者が集まり、護衛及び対潜水艦に関する研究を行う。日本海軍の潜水艦では襲撃できない悪天候下での雷撃であったことから、水中超音発射、電端発射、超音魚雷の可能性が指摘された。 1944年2月5日、沖田川、大鷹型航空母艦、帝国軍艦席より除籍された。石井稽古、大佐、1942年8月20日から1942年11月20日。石井稽古、大佐、1942年11月20日から1943年12月1日。加藤義郎大佐。 1943年2月1日から1943年9月27日、大倉止めサブロー大佐。1943年9月27日から12月4日、戦死。ありがとうございます。